はい、昨日の問題よりね、少し難しくなってます。これがほぼですね、起用問題に該当します。なんて言いますかね、面積が1対2になっているというところですね。それと、非誘電率に変わっているということですね、誘電率がね。そこのところの意味合いが分かっておれば、そう難しい問題じゃないと思います。はい、昨日よりかね、ちょっとひねりました。はい、C イコールですね、D 分のですね、イプシロン0のイプシロン01ですね、かけ、3分の S ですな。はい、プラス、D 分のイプシロン0イプシロン02ですね、かけ、3分の2倍の S になりますな。こちら側ですからね。はい。そうすると共通項でくくりますとね、3D 分の S ですね。それから、イプシロンの0、括弧、イプシロンの01プラス2倍ですね。これね。2倍の、イプシロン02と、こうなります。はい、それで、当てはめていきますとね、あ、これはあかんわ。イコールですな。3×3×10 のマイナス2乗ですな、3ミリやからね。それから 600×10 のマイナス4乗×9×10 のマイナス12乗ですね。はい。かけ、2プラス2×4 ですな。はい。こうなります。はい。そうしますと、これはですね、6×10 の2乗かけ10のマイナス4乗ですな。かけ10のマイナス12乗、かけ10の2乗かけ10の1乗ですわ。これ10になりますね。はい、そうするとこれは、6×10 のマイナス11乗になります。で、これは 6×10×10 のマイナス1乗かけ10のマイナス11乗でしょ。はい、ほなこれは6×10 のマイナス12乗、あ、60ですね。はい。で、60ピコですね。こうなりますな。